カンパリとは苦味のあるタイプのリキュールの銘柄の一つである。液色赤く、アルコール度数は25度、液水分は19%、イタリアで生産されている。イタリア語で苦いを意味する語がアマロなので、アマロ系のリキュールなどと言われることもある。2017年6月6日、アサヒビールが日本国内での販売権を獲得、2017年9月1日から発売する。 ことを発表した。イタリアのミラノでバーテンダーをしていたガスパーデ・カンパーリが開発し、1860年当時の流行に乗ってビッテル・アルーソ・ドランディアと名付けて売り出した。その後息子のダービデ・カンパーリがカンパーリと名前を変えた。現在の製造元はダビデ・カンパーリ。なお、カンパーリ社はベルモットの鎮座のウォッカのスカイウォッカなどを参加に収める酒造業界の一大グループとなっている。 カンパリの製法は明らかではないが、ビターオレンジ、キャラウェイ、コリアンダー、リンドウの根など60種類に上る材料が使われていると言われる。リキュールの中ではビター系リキュールに入る、鮮やかな赤い色と苦味を特徴としており、通常何かで割って飲んだり、カクテルのベースとして使われたりすることが多いが、ストレートでも飲むことができる。イタリアでは白ワインと一 一で割って飲むことが多い。着色料として、長らくカルミン酸色素イコールコチニールが使用されて、いたが、2007年10月以降は、大体着色料として、赤色2号、青色1号、黄色5号を使用したロットに切り替わったため、該当する食品添加物の摂取を避けている場合には、注意が必要である。その他、カンパリ社では、ベリー類のリキュールである。 コーディアルカンパリという製品を出していた。色は無色透明であり、カンパリの白とも言われたが、現在は販売を終了しており、一般での入手は難しくなっている。カンパリはカンパリソーダ、カンパリオレンジのように、何かで単に割るだけでも特徴的な味になる。苦味が爽やかなので夏向きとされる。カンパリを使ったカクテルには、ロングドリンクとショートドリンクの両方が存在する。 ありがとうございます。